中小企業が生き残るための秘密兵器とは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。日本における中小企業の管理職の現実、それはプレイングマネージャーであるということです。プレイングマネージャーとは、売上に貢献するための職務をこなすプレイヤーでありながら、部下の教育とか管理、そして組織の指導などのマネジメントを任される人のことを言います。つまり個人としての目標とチームとしての目標の両方を達成することが求められているということです。そこで今日はプレイングマネージャーについて分かりやすく解説します。まだプレイングマネージャーやってるの？いい加減マネージャーに専念したら。人材に余裕のある企業の経営者とか管理職は鬼の首を取ったように今言ったようなことを言います。また言われた方も、そうだよな、マネジメントに専念できればなと罪悪感を覚えたりします。つまりプレイングマネージャーイコール悪という暗黙の了解がまかり通っているということなんです。しかし中小企業はこれが現実であり、どうすることもできません。タイミングよく T-NEXT 株式会社の社長である足立さんという方がいらっしゃるんですが、その足立さんがドラッカーのマネジメントの働きを妨げる間違いというのをツイッターで紹介していました。とてもタイムリーな、話題だったので紹介したいと思います。これはドラッカーが1973年にリリースしたマネジメント課題責任実践という書籍に掲載されています。実に今から50年ほど前の書籍なんですが、ちっとも古臭さとか時代錯誤を感じさせることはありません。いかにドラッカーが経営やマネジメントの本質を見ていたのかがよくわかると思います。それではマネジメント課題責任実践から紹介します。以下はドラッカーの言葉です。間違いの第3は、マネジメントが自分の仕事を持たないことである。マネジメントとは仕事である。しかしそれはマネジメントが全ての時間を費やすほど時間を要する仕事ではない。マネジメントの人間の仕事は、マネジメントの仕事と自分の仕事の2つからなる。マネジメントの人間とはマネジメント兼専門家である。したがって自分の仕事がなければならない。十分な仕事がないとき、マネジメントの人間は部下の仕事を取ってしまう。権限を移譲してくれないとの苦情のほとんどは、上司が自らの仕事を十分持たず部下の仕事を取るために生ずる。いずれにせよ仕事を持たないことは耐え難い。特に働くことが習慣となっている者にとってはそうである。やがて働く感覚を忘れ、尊さを忘れる。しかも働くことの尊さを忘れたマネジメントの人間は組織に害をなす。かくしてマネジメントは単なる調整者ではなく、自らも仕事をするプレイングマネージャーでなければならないと。これがドラッカーの言葉です。このように管理職がマネジメント専業になるのには大きな弊害があるとドラッカーは語っています。今の日本の経営とは真っ向から対立する意見となっています。足立さん曰く、知識の更新されなくなった上司ははたはた迷惑だというね。これはなんとなくわかります。今の時代はね、非常に変化が激しいので、なおさらそうだと思います。現場のことを知らなければマネジメントできない時代になったということでもあります。マネジメントスキルやマネジメントツールがあり、それを駆使して部下の目標達成を支援するといえば聞こえはいいですが、現実問題としてそれで部下が目標達成するのであれば誰も苦労しません。だから弊社の営業コンサルティングは、ロープレも同行営業も我々の方でしっかりやるようにしています。現場で何が起こっているのかを把握することはもちろんのことですが、最新の営業手法とはどのようなもので、どのような成果があるのか、上司が知らなくてはいけないもの、それは現場なんですね。そのためには
上司はプレイングマネージャーであること、これ非常に重要ではないかなっていうね、ドラッカーがそんなことを思い出させてくれました。さらに今の時代は変化が激しいので、特にプレイングマネージャーが必要ではないかというお話でした。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な視点から経営の役に立つ情報を収集分析して、週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。